玉川シリーズの序盤カード、スタートライン近辺は風弱いものの、風向きレースごとに変わってといったここまでの戦いです。今度は水面上予選4レースのメンバーがピッターとしています。1号艇が宮地元樹、2号艇菊池光平、3号艇浜野谷健吾、4号艇西橋奈美、5号艇上条信孝、6号艇篠崎日立、以上6名による競争です。ターンマーク付近にはここまでオール3連隊でまとめております絶好枠宮地元樹です。そしてその奥には2号艇、昨日はまくり差しで白星を挙げておりました菊池光平です。こちらホームへと移り始めております3号艇の浜野谷健吾、堅持トップタイムをマークしての競争。残りの3選手ラッシュをつけています。昨日 SG 初勝利をつかんでおりました4号艇の西橋奈美が4コースです。隣に5号艇の上条信孝、そして一番外に6号艇の篠崎仁が入っております。以上6名によっての4レース予選競争、スタートまで10秒を切ります。進入コースは内側から1番、2番、3番、ダッシュが4番、5番、6番です。4レースのスタートが切られました。うちの2人がいいスタート、まずは1周1マークへと向かっていきます。陰性1番宮地に対し2番の菊池が差しハンドル、差しがつるつると交代していって宮地が逃げてバック側です。スタートは前提正常でした。2逃げで1番の宮地元樹、期待に応えそうです。そして遠く差がついての2番手に3番マグリに行った浜野谷です。3番手争いは差しハンドルから4番西橋か、外には5番の上条、そして後続2番菊池、6番篠崎仁が突っ込んでくるが4番西橋が握り込むホームストレッチ、西橋か、あるいはこの内の方を広がって2番菊池に5番の上条の姿、6番篠崎仁は最高峰です。前の2人は1番宮地と3番浜野谷、その後ろの3番トラスイインサイドから524、5番上条小回り、2番菊池が差し込んで4番西橋を差し込んでバック側へと抜けていきます。さばく2番の菊池光平です。上位の体勢1番3番2番となりかける中、4番の西橋がインサイド外広がってわずかに遅れる5番の上条です。3番と争い2号手の菊池が回って、そして後席の外になっていった4番西橋がインサイド、中を5番の上条を並んでホームですが、菊池光平が粘って3番手1、3の体勢が続いてレースは最終周回へと移っていきます。まだまだ菊池リードは作れておりませんで、僅差で5番の上条が追っています。3周の1マーク、2号艇菊池に対し5番の上条が差し込んで、4番の西橋は遅れて外を突いておりまして、さあバックストレッチを抜けましても3番手は2番の菊池光平ががっちりと守っております。少しリードを広げたのあります菊池光平、さあ残すターンマークあと1つになりました。先頭から1番宮地、3番浜野谷、その後2番の菊池が仕上げにかかる、小回りで4番の西橋、中を痛烈に5番上条を狙えど菊池です。2号艇最後も3番手を守りました。先頭1番宮地合輪、3番浜野谷合輪、2番の菊池合輪です。後方5番4番6番が合輪。以上第4レース予選競争でした。